こんにちは。じゃあ、本当に雨の中、たくさんの方に集まっていただいて、ありがとうございます。私も今日朝の9時に金沢を出て、飛行機乗ってこっちにやってきました。海に帰るプロジェクトを始めたのは2006年からです。で、2006年になんでこういうプロジェクトをしようと思ったか、ちょっとそのお話をしたいと思います。それまでも、塩のインスタレーションの仕事は結構たくさんやってたんですね。で、どん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 塩が溜まってきて、自分のアトリエの中にも入りきらないぐらい塩が溜まってきて、それは、僕にとって塩っていう素材はとても大切なものとして使っているので、いわゆるゴミとして廃棄することはとても嫌だったんですね。だから作品として再利用できるときには再利用するということをやってました。そうは言ってもどん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 溜まってくるし、これどうしたもんかいなと思ってた頃、2006年にアメリカのチャールストンというところで展覧会をやりました。で、その時に初めて私自身で海に返すということをやってみたんですね。もうその時は本当にそういった環境があるから、いいよいいよ返して返してということで、返してみようかなくらいの気持ちだったんですけど、同じチャールストンの2個作品作ったんですけど、もう1つの作品を搬出するときに、もう私が日本に帰ってきてたんですけど、アメリカの その会場の、清掃係のおじさんが私の作品の上をモップでね、サンキューミスター山本って書いてくれたんですよ。で、それが現地の新聞に載って私の方に送られてきて、すごく嬉しかったし、作品が終わるときにも何か人の気持ちを少しでもこう動かす、そんなことができるんだなっていうのが一つのきっかけでした。で、もう一つ、同じ展覧会の時、じゃあその塩を私と同じような、身内を亡くされた方がいて、その人がぜひ海に私が返したいんだというふうに言ってくださったらしいんです。そのお話も聞いて、あ、これは何か続けていくことで作品としてはなくなってしまうけれど、ちょっとでもね、つながりをいろんな方が感じてもらう、もちろん私自身がそういったことにつながったらいいなということを思ったのがきっかけです。その海に塩を返してくれたおじさんと再会と初めて、その後チャールストンに行くことがあってお会いしたんですよ。おー、でもね、何分何割がひどくて全然何言ってんのかコーヒーだけ飲んで別れた記憶があります。で、もう一つよく聞かれるのが、こんな風に作品壊すのってどうなんですか、悲しくないんですかっていうふうに聞かれます。今日ももう何人かの方からそういう声をかけていただきました。私が塩で作品を作り始めたのは1996年です。で、こういう床に展開する作品を作り始めたのは2000年頃からなんですけど、最初の頃はもう本当に自分以外の人が自分の作品に触れるということ自体がもう許せない、そういう気持ちでした。ただやっぱり時間が経って、本当にこう自分自身の気持ちがちょっとずつちょっとずつちょっとずつこう
溶け込売れてきたというかね、そういうことになってきたんだと思うんです。でそのプロジェクトを始めるきっかけが2006年にあって、で今は本当にこんな風にたくさんの方々がそれも笑顔でね、楽しそうに壊してくれる姿を見ることの方が私にとってはとても嬉しいことに、徐々に変わってきました。国によって全然違うんですよ。一番こうシリアスな感じでなるのはフランスなんですよね。すごくなんかクールなんですね、すごく。で一番にぎやかなのは、まあ、アメリカですね。もうアメリカはもう子供たちが上でこんなバタバタしてとんでもないことになります。今日ここでこれからプロジェクトやりますけど、本当にぜひ楽しんでいただきたいなと思います。で持って帰った塩を海にできれば返していただきたい。でもしできればその時の写真を私宛にメールで送っていただきたいんです。で今までプロジェクトをやったたくさんそこに参加してくださった方々の中で数百人の方からそういう写真が送られてきていて、すべて私のホームページに掲載されています。もしも顔を出すのが嫌だという人は後ろ向きで返してください。もしも顔を出してもいいよという人はぜひ思い切り楽しんだ姿を、ね、送っていただけたら、ちょっとでも少しでもいろんなところへ命のつながりが広がっていくんじゃないかなと思います。本当に今日たくさんの方々に足を運んでいただいてありがとうございます。これから私がこのちょっとだけ最初に壊します。でその後声をかけますので、どこからでもどんなバタバタ泳いでも結構です。楽しんで壊して